NHK 連続テレビ小説ブギウギ、登場人物とそのキャストのご紹介です。今回は家族、地元の人たち、そして香川の人たちをご紹介します。ヒロイン花田鈴子、福来鈴子、縁朱里さん、幼少期沢井梨丘さん、モデルは戦後の大スター笠置シヅ子さん。鈴子は歌って踊るのが大好きな天真爛漫な女の子。銭湯の看板娘として常連客たちに可愛がられている。大阪の下町福島で銭湯の看板娘として育つ。歌って踊るのが大好きだったので、道頓堀にある梅丸少女歌劇団 USK に入団する。やがて歌の才能を発揮し始めた鈴子は歌手の道を歩み始め、戦後のスターとなっていく。花田梅吉、縁柳葉敏郎さん。鈴子の父、香川生まれ。大阪の下町福島で銭湯を営み、個性豊かな常連客たちの社交の場を作っている。映画と芝居とお酒と美味しいものが大好きな道楽者。情に脆い性格で鈴子の夢を応援する。花田つや、縁水川あさみさん。鈴子の母、香川生まれ。いつも番台に座って働きながら銭湯経営の屋台骨を支えている。しっかり者で義理と人情を大切にしている。子供たちのことを第一に思う優しい母。花田六郎、縁黒崎光大さん。幼少期又野明人さん。鈴子の3歳年下の弟。ちょっとぼーっとしたところがあるマイペースな性格。拾ってきた亀をペットにしていて、いつも一緒にいる。というわけで、鈴子は4人家族です。続いて地元大阪福島の人たちのご紹介です。太鼓、縁藤間沢子さん。幼少期清水くるみさん。大阪福島の芸者の娘。鈴子とは小学校の同級生。転校してきた鈴子に最初に話しかけてくれて以来一番の仲良し。駅舎、縁名田木たけしさん。鈴子たちの銭湯花湯がある商店街で占いをしている。銭湯にもよく客として訪れている。鈴子からはこの占いは当たらないで有名と言われている。アホのおっちゃん、縁岡部隆さん。いつも薄汚い格好をしてよく酒に酔っているおっちゃん。大工仕事が得意。なぜかおっちゃんだけはいつもタダで銭湯に入っている。ゴンベエ、縁宇野翔平さん。花湯の住み込みの従業員。頼りになる優しい男。謎の男だが梅吉、柳葉敏郎さんたちに恩を感じている。清、縁三谷正人さん。花湯の常連客で八百屋を営んでいる。結婚相手を探していて何度もお見合いをしている。朝、縁久住薫さん。花湯の常連客。また銭湯のお客さん相手に銭湯の休憩スペースであんまの仕事をしている。三沢光子、縁本庄真奈美さん。銭湯に来る女性。神戸の旅館で女中として働いている。訳あって花湯を訪ねてくる。熱々先生、縁瀬能和夫さん。花竹のかかりつけの医者。
銭湯の常連客でもある。いつも熱々や体を冷やしたらあかんとしか言わないので熱々先生と呼ばれている。続いて両親の生まれ故郷香川の人たちのご紹介です。大西俊、三林京子さん。香川に住む津屋水川あさみさんの母親で鈴子の祖母。鈴子とは小学生の時以来長らく会えていない。次郎丸和一、縁石倉三郎さん。香川の何やら訳ありの地主、白壁の大きな家に住んでいる地域の顔役、都市三林京子さんの幼なじみ、西野絹、縁中越のり子さん。香川の女性、かつて次郎丸石倉三郎さんの家で女中をしていた。次郎丸からはよく思われておらず肩身が狭い思いをしている。